荒木エリカは日本の元女子バレーボール選手。岡山県倉敷市出身。ニックネームはエリカ。V リーグディビジョン1のトヨタ社体クイーンシーズンに所属していた。父親は早稲田大学ラグビー部の OB。母親は体育教員という体育会系の一家に生まれ育った。幼い頃から水泳クラブや陸上クラブに通い、体育は得意であった。 小学校5年の時にバレーボールを始める。中学時代には、アクエリアス杯の選抜メンバー、オリンピック有望選手に選出され、茂の理学園高校では、大山カナラと共に、春高バレーインターハイ、国体優勝の高校三冠を経験した。2003年、トーレアローズに入団。入団1年目の第10回 V リーグでは、アタック決定率2位に入りベスト6を受賞した。 同年前日本に初選出。2004年のヨーロッパ遠征には参加したが、アテネオリンピックの登録選手からは落選した。2005年も代表メンバー入りするが、ワンポイントブロッカーとしての出場が主であった。2006年ワールドグランプリ初戦のキューバ戦にスタメン出場し、決定率90%の活躍を見せレギュラーを獲得。同年開催の世界選手権に出場した。 2007年、アジア選手権で24年ぶりの優勝に大きく貢献した。2007年ワールドカップには全試合ストメン出場した。2008年、天皇杯、皇后杯全日本選手権優勝2007、08V プレミアリーグにおいて、東レのリーグ初優勝に貢献し、最高主君選手賞、スパイク賞、ブロック賞、ベスト6賞を獲得した。 アタック決定率54.7%は2000年第6回 V リーグで先の久美子が記録した53.4%を抜いて日本記録である。2008年8月北京オリンピックに出場しベストブロッカー賞を受賞した。2008年9月イタリアプロリーグセリエ A のベルガモエ1シーズンの期限付きで移籍。同年9月から翌年5月まで同チームでプレーした。 2009年10月、通りに復帰。2009、1 0トプレミアリーグでは、同チームの3連覇へ導き、同シーズンでスパイクショートベスト6を受賞した。2 0 1 0日、間トップマッチ、第59回全日本男女選抜大会で三冠を達成した。2009年5月に招集された全日本代表チームでは、首相となった。2012、 13シーズン限りで現役引退を決めていたが、真鍋から熱心に勧誘され本位したことを公表した。2010年11月、世界選手権に出場し、銅メダルを獲得した。2011年6月、モントルーバレーマスターズで初優勝を果たした。その後も全日本の中核として活躍し、怪我人が相次いだ、センターポジションでスタメンを不動のものする。 同年11月のワールドカップで4位へ導いた。また、平成23年度全日本バレーボール選手権で優勝。2011、12ボルトプレミアリーグでも優勝し、同シーズンで4年ぶり2度目の MVP を受賞した。ベスト6入りし、ブロック賞及び栄誉賞も受賞した。2012年6月、ロンドンオリンピックの代表メンバーに選出された。 荒木自身は2大会連続出場となった。首相としてチームを牽引し、全日本女子28年ぶりとなる、同メダル獲得に貢献した。2013年、2012、13V プレミアリーグで、スパイク賞、ブロック賞、サーブ賞の個人タイトル3冠と関東賞、ベスト6賞を受賞した。同年6月18日、2012から13、シーズン後に、 篠宮陽平と入籍したことを、トーレの公式サイトで公表。2013年10月3日、トーレアローズ公式サイトにて来春に、出産予定であることを公表し、同年10月末にてトーレを退社することを発表した。2014年1月に女ジ児ジを出産したことを公式、ツイッターで発表。2014年6月、スポーツグラフィックナンバー誌のインタビューに答え、 現役復帰に意欲を見せ、同月プレミアリーグに昇格したアゲオメディックスで現役復帰を果たした。復帰第一戦となった2014年11月16日のタイトヨタ社大戦に先発出場し、14得点を挙げ、チームのプレミアリーグ初勝利に貢献した。2015年1月11日のタイヒタチリバーレ、戦に出場し、 プレミアリーグ出場試合数が230となり、V リーグ栄予賞の受賞資格を得た。5月12日に全日本に復帰。6月7日までに、アゲオメリックスを退団し、トヨタ車体クイーンシーズンに移籍が決定した。2017-18シーズンの V プレミアリーグでは、6年連続となるブロック賞を獲得し、トヨタ車体のプレミアリーグ最高位となる3位獲得に、 大きく貢献した。2021年6月30日、2020年、東京オリンピックの出場メンバー12名に選出された。今回、オリンピックのメンバーに選出されてさらに身が引き締まりました。オリンピックに向けて、個人としても、チームとしてもここからさらにギアを上げていき、万全な状態で試合に臨みたいと思います。また、 たくさんのサポートや応援があって、ここまで来ることができたので、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。自分の全身全霊をかけて戦うとともに、キャプテンとしての役割を、まっとうし、チーム一丸となって戦います。荒木エリカ、日本バレーボール協会第32回オリンピック、競技大会日の鳥日本出場内定選手12人決定、より2021年9月22日、 現役引退を発表。引退後はトヨタ車体クイーンシーズのスタッフに就任する。この度、現役を引退することを決めました。11歳から競技を始めて26年間、バレーボールが上手くなりたい一心で、ここまで続けてきました。これまで心が震えるような瞬間を何度も経験し、バレーボール選手を味わい尽くすことができたと感じています。 たくさんの仲間と共に目標に向かって走り続け、喜びや悔しさを共有した時間は素晴らしく、かけがえのない時間で、私にとって大きな財産です。長きにわたり日本代表として、世界を相手に戦ってきたこと、結婚出産後も継続できた経験を、今後はバレーボール、スポーツ界に限らず、女性の社会三角においても伝えていけたらと考えています。 そしてこれまでの経験を糧に、これからも謙虚に貪欲にチャレンジし続けていきます。どんな時も応援し続けてくれたファンの皆さん、今まで支えてくださった会社関係の方々と従業員の皆さん、共に戦ったチームメイト、スタッフ、関わってくれたすべての方に感謝の気持ちでいっぱいです。そして、 どんな時も一番近くでサポートしてくれた家族、特に娘には寂しい思いをさせてしまうこともありましたが、健やかに成長してくれていることに心から感謝したいです。本当にありがとうございました。荒木エリカ、トヨタ車体クイーンシーズ、荒木エリカ選手現役引退のお知らせより、V リーグの個人成績は下記の通り、 下北沢重則高等学校時代のチームメイト、ありがとうございます。